皆さんこんにちは、ドラム講師の森谷亮太です。本日は質問をいただきました。いくら練習してもテンポが走ってしまいます。どうしたら安定感のある演奏ができますか、助けてくださいっていうことなんですけど、これはバンドで演奏するときに走ってしまうのか、それか個人的に曲を練習しているときに走ってしまったりするのか、メトロノームに合わせて練習しているときに走ってしまうのか、状況はちょっと分かりかねるんですけど、テンポがどんどん速くなってしまう原因っていうのは、2つかなと思いますかね。まず1つは叩いてるドラムフレーズのことばかり考えてしまって、フレーズ自体のその右手とか左手とか足とかがそのメトロノームのどこに、音のどこに当てはまってるかっていうのを理解できていないっていうのが原因の1つ。そして2つ目がクリックとクリックの鳴ってない音、1拍目から2拍目の間の音符っていうのを理解できていないっていうのが2つ目の原因かなと思いますかね。まず1つ目のね、原因を潰していくとしたら、叩いてるドラムフレーズがクリックのどこに当てはまってるかっていうのを理解するってことが大切になってくると思うので、例えばこんなフレーズあるとして、こんなフレーズがあるとしたら、これをねめっちゃゆっくりやってみてください。メトロノームを細かく鳴らして、でこの右手とか右足とか左手とかが、こうクリックのパッポッパッポのどこに当てはまってるかっていうのを理解するっていうことが大切になってくると思います。今例えば曲を練習をしてるとしたら、メトロノームをちょっと細かめに鳴らして、そしてねテンポをちょっとゆっくりめにやってみてください。2つ目としてはクリックとクリックの鳴ってない音をイメージするっていうことが大事になってくると思うので、前回の、別の動画で、40bpm で練習をしましょうというね動画をアップしたんですけど、それに近しい練習をやってみると、例えば、8ビートやったとして、これをですねこういう状態、1,2,3,4,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 
これの1、2、3、4、今4つ鳴らしてるんですけど、例えば一番最後の音を消してる。1、2、3、1、2、3、4、もうしっかりと感じる。さらにちょっと音をいろいろ消してみる。1、2、1、2、1、2、3、4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 、
感じですよね。っていう感じで、そのワンツースリーフォーの音を消してもちゃんとワンツースリーフォーをイメージできたりとか、まあワン以外においてもいいですよね。今はワンだけ残したんですけど、スリーだけ残してもいいですよね。3 3 1 2 3 4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  1 2 3
Three.
みたいな。そう。っていう感じで、まあ、クリックの鳴ってないところをしっかりと意識するっていうのが大事になってくると思うので、まずはその、叩いてるフレーズが、まあ、どこに当てはまってるか。まあ、叩いてるドラムフレーズの右手とか左手とか、足がクリックのどこに当てはまってるかっていうのをしっかりと理解するっていうことと、クリックとクリックの間の音、もしくはクリックが鳴ってない音もしっかりと感じて練習するっていうことが、まあ、テンポをね、走らないくする、いい練習だと思うので、まあ、ぜひね、チャレンジしてみてください。そんな感じで、本日もありがとうございました。さよなら。